皆さんこんにちは。浜志郷コミュニティセンターです。ここ浜志郷コミュニティセンターは九頭竜川河口にあり、海側には福井臨海工業地帯があり、また三里浜砂丘地と呼ばれる広大な砂地が広がるところにあります。主に砂丘地では3年後の花らっきょが栽培され、特産品として皆様に愛されています。浜志郷地区は緑豊かな自然にあふれ、地区を砂から守る松の苗を毎年植えて作物を大切にしています。素朴で温かい人たちであふれる浜志郷にぜひ遊びに来てください。さて今回の隙間時間にできるストレッチは、肩こりや腰痛を軽減してくれる毎日のちょっとした隙間時間を利用して、いつでも誰でも簡単にできるストレッチの方法を学びます。日々のストレッチで健康で、いつでもいつまでも動ける体づくりを目指しましょう。この講座は前編後編の2回に分けてお送りします。先生は奥本玲子先生です。それでは先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。コンディショニングトレーナーの奥本玲子です。今回は腰痛軽減エクササイズを行っていきます。床で行いますので、ヨガマットもしくは安定したカーペットなどの上で行っていきましょう。まず仰向けから行っていきます。仰向けになっていただいて、膝を立てて寝転がっていきましょう。まず腰回りのストレッチをしていきます。両手は膝の裏に置いて、胸の方にぐーっと引き寄せていきましょう。そこで息を吸って、吐く息で体を小さく丸めていくように、背中全体を丸めていきます。腰や背中全体が伸びているのを感じていきましょう。では吸いながら戻ります。吐く息でお尻を少し浮かせながら小さく丸まっていきましょう。ゆっくりと頭を下ろして、もし首などが痛い方はお尻を持ち上げて腰を伸ばしていただくストレッチだけでも結構です。腰回りや背中をしっかり伸ばしていきましょう。あと1回いきましょう。息を吐いてふーっと背中を伸ばして、吐いて下ろします。手を離して片方ずつ足を下ろしていきましょう。次に股関節を少しねじって、胸周りもねじっていきます。足は腰幅よりやや広めに開きましょう。手のひらは地面にしっかり押し付けて安定させていきます。そこで大きく息を吸って、吐く息で両足を右側に倒しましょう。肩が浮かない程度に倒していきます。吸いながら真ん中に戻しましょう。吐いて反対側に倒します。自分のペースで何回か繰り返していきましょう。腰に違和感がある方や少し痛みがある方は無理せず行っていきます。慣れてきた方は徐々に大きく動かしていきましょう。そしてもう少し頑張れそうな方は、倒した方と逆の方に顔を向けて少し胸周りも動かしていきます。呼吸を止めずに倒した時にしっかりと息を吐きましょう。あと1往復繰り返します。真ん中に戻したら一度お尻を置き直してリラックスしましょう。次に座った状態で腰回りを伸ばしていきます。あぐらを組んでいただいて、両手はお尻の横に置きましょう。まず右の腰のあたりを伸ばしていきます。吸いながら右手を上に上げましょう。吐く息でおへそから上をゆっくり倒していきます。
その時にお尻はしっかりと地面に下ろした状態で、指先は遠くに伸ばしていきます。腰から少し背骨にかけてストレッチしていきましょう。吸いながらゆっくり戻ってきて、吐いて手を下ろします。反対いきましょう。吸いながら左手を上に上げます。吐く息でおへそから上をゆっくり倒してください。無理やり倒すのではなくて、気持ちよく腰が伸びていればそれで OK です。もう一度繰り返しましょう。ゆっくりと戻ってきて、吸いながら右手を上げます。吐く息で真横に倒していきましょう。腰に張り感がある方は少し戻っていただいても結構です。最後行きたいと思います。ゆっくりと戻ってきて、吸いながら左手を上げましょう。吐いて倒していきます。ふーっと気持ちいいところでストレッチしていきましょう。左右差も感じながら呼吸します。ではゆっくりと戻ってきて、一度肩はリラックスしていきましょう。次に股関節周り、特にお尻のストレッチをしていきます。両足を立てて座っていきましょう。軽く膝を曲げた状態で両手をお尻の後ろに置きます。右足首を左の太ももに引っ掛けて、膝はできるだけ外側に開きます。いける範囲で足を自分の体の方に近づけましょう。吸いながら背中をまっすぐに、吐いて胸を太ももの方に近づけて、右のお尻のあたりをストレッチしていきます。痛気持ちいいぐらいのところでキープしていきましょう。何呼吸か繰り返します。では少し足を前に戻して下ろしていきましょう。反対いきます。左足首を右の太ももに引っ掛けて、右のかかとを自分の方に引き寄せます。吸いながら一度背骨を伸ばして、吐いて体を前に倒してください。特に座り仕事の方、お尻の筋肉が硬くなりやすいので、しっかりとストレッチしていきましょう。腰痛になりやすい方もお尻が硬くなるので、しっかりストレッチしていきます。では体を起こして、足を前に移動させて下ろしていきましょう。では次は四つ這いの姿勢で行っていきます。四つ這いの姿勢になっていただいて、手幅は肩幅ぐらいに、膝の幅は骨盤幅ぐらいに開きます。肩の下に手首、股関節の下に膝を置いていきましょう。お尻から頭までは一直線の状態を作って、つま先は立てていきましょう。では息を吸って背骨をできるだけ長くしましょう。吐く息で骨盤をくるっと丸めて、背骨を動かしながらおへそを覗いていきます。しなやかな C カーブができるように丸めていきましょう。次の吸う息で来たところを戻るように、背骨を上から動かして、骨盤を前傾前に倒すようにして胸を開いていきます。骨盤と背骨をしなやかに動かすストレッチです。骨盤を丸めながら背中全体も丸めて、 C カーブを作っていきましょう。自分のペースで何回か繰り返します。無理やり首を上げたり腰を反ったりせずに、しなやかなカーブで十分ですので、ご自身のペースで行っていきます。背骨は全部で26個あります。それを一つ一つ動かすように、そして分節的に動かしていきましょう。ラスト1回いきます。呼吸に合わせて吸いながら胸を開いて、吐きながら丸めていきます。では背中フラットな状態に戻しましょう。次
次に胸を反るストレッチを行っていきます。両手を斜め前に伸ばしましょう。息を吸って背中をまっすぐに、吐く息で胸を地面の方に近づけていっておでこをマットに下ろします。もしこの時に肩が少し痛い方は肘を曲げておでこの下に置いていきましょう。そこでたっぷり息を吸って吐いて胸をできるだけ地面に近づけていきます。肘を伸ばしている方はしっかりマットをした状態でキープしましょう。あと一呼吸繰り返していきます。両手を自分の方に引き寄せて四つ這いの姿勢に戻りましょう。次に股関節のストレッチを行っていきます。手と手の間に右足を入れていきましょう。もし膝が痛い方は膝の下にタオルを引いていただいても結構です。両手を右膝に置いて体を起こしましょう。骨盤が前に倒れたり後ろに反りくり返らないようにまっすぐ垂直な状態を保ちます。息を吸って吐く息で少し体重を前にかけていきましょう。左のお尻に少しギュッと力を入れて左の股関節の前の方を伸ばしていきます。そこでゆっくりと呼吸を繰り返しましょう。腸腰筋と言われている筋肉を伸ばしていきます。呼吸を繰り返して何秒かキープしていきます。では両手を地面に下ろして前足を後ろに戻しましょう。反対いきます。手と手の間に左足を入れましょう。体を起こして背筋をまっすぐに、息を吸って吐く息で少し体重を前に、右のお尻をストレッチしていきます。もし余裕のある方は手を組んで伸びていただくとお腹や横腹も一緒に伸びていきます。何呼吸か繰り返しましょう。両手を離して地面に戻します。前足後ろに下げて四つ這いの姿勢に戻りましょう。次にもも裏ふくらはぎを伸ばしていきます。手と手の間にもう一度右足を入れましょう。指先はちょっとカップを作っていただいて背中はまっすぐにします。息を吸って吐く息で右膝を伸ばしていきましょう。右のお尻を後ろに引いていくようにしてできたら右のつま先を天井に上げていきます。軽く膝が曲がっていても大丈夫ですのでもも裏やふくらはぎが伸びているのを感じていきましょう。痛気持ちいい程度ぐらいで伸ばしていきます。体を前に倒して前足を後ろに戻していきます。反対いきましょう。左足を手と手の間に持っていきます。背中をまっすぐにして吐きながら左膝を伸ばしていきます。骨盤が横に向いていかないようにまっすぐの状態で後ろに引いていきます。肩はリラックスした状態でキープしましょう。ゆっくりと体を前に倒して前足を後ろに戻します。次に体幹のインナーマッスルを鍛えていきます。四つ這いの姿勢から行っていきましょう。背中はまっすぐの状態でお腹はできるだけ薄い状態を作っていきます。では息を吸って吐く息でこの姿勢を保ったまま右手を前に上げましょう。体がグラグラしていくのを少し止める意識でキープしていきます。余裕のある方は反対側の足を一緒に上げていきましょう。もしこの時に不安定な方は膝を戻していただいても大丈夫です。ご自身のできる範囲で行っていきましょう。
ゆっくりと手と足を下ろして反対いきます。息を吸って背中をまっすぐに、吐きながら左手を上げます。いける方は右足を後ろに下げましょう。足と手が遠く離していくように、お尻、お腹と背中がしっかりと使われているのを意識してキープします。呼吸は止めずにしっかり呼吸を繰り返しましょう。ではゆっくりと手と足を下ろしていきます。次に肘をついたプランクの姿勢を作っていきます。両肘を曲げてマットに下ろしていきましょう。膝の位置を少し下げて、肩の下に手首が来るようにします。お腹を少し地面の方に近づけて、下腹をぐっとへこましてください。背骨は長い状態でキープします。肩がすくんでしまったりお腹が落ちないようにしっかりとマットを押した状態でキープしましょう。少し辛いですが呼吸が止まらないようにキープしていきます。10秒から15秒ぐらいだけでも大丈夫です。では肘を伸ばして元の位置に戻っていきましょう。最後に横腹の筋肉を鍛えていきます。体を横に倒していきましょう。肩の下に肘、足を少し前に持ってきます。膝を曲げた状態で少し足を後ろに持っていきましょう。腰に手を置いて背骨をまっすぐにします。息を吸って吐きながらお尻を持ち上げましょう。頭から膝まで一直線の状態を作ります。そして上の股関節と下の股関節がまっすぐ垂直になるようにしましょう。そこで呼吸を繰り返していきます。下の脇腹がしっかり鍛えられているのを意識していきます。ゆっくりとお尻を下ろして体を起こしていきましょう。反対いきます。肩の下に肘を持っていきましょう。膝を曲げて足を少し後ろに下げます。腰に手を置いて背骨をまっすぐに、息を吸って吐きながらお尻を持ち上げます。先ほどと一緒で股関節は地面と垂直に、お腹はちょっと薄い状態でキープします。少しきついなと思う方は2秒から3秒キープしたら一度下ろして、上げて下ろしてを繰り返していきましょう。あと一呼吸頑張ります。ゆっくりとお尻を下ろして体を起こしていきましょう。腰痛軽減エクササイズいかがでしたでしょうか。一つでもいいのでぜひ皆さん行ってみてください。